トランプ大統領は12月12日午前中飛行機からワシントン DC の路上で何万人もの支持者を見た後当日午後ニューヨークのウエストポイント陸軍士官学校で行われたアメリカンフットボールの陸海軍対抗戦に出席した大統領は若い兵士たちから会場で割れるような拍手と歓声で迎えられた人々が拍手と USA と叫ぶシーンはセンセーショナルでした 彼が米軍の司令官たちにこれまでに見た中で最も温かい歓迎であると述べたネットユーザーもいるニューヨーク・ポストの報道によると毎年恒例の陸海軍対抗戦は通常フィラデルフィアのリンカーン・フィナンシャル・フィールドで開催されている今年のパンデミックにより121回目の対抗戦はより快適なウエストポイント陸軍士官学校の競技場に移された トランプ大統領がこの対抗戦に出席したのはこれが3回目である試合を観戦する学生が9000人しかいないそしてフィールドは霧に包まれていたにもかかわらず大歓声が巻き起こっていたこの前トランプ大統領がニューヨーク州のニューウィンザーにあるスチュワート国際空港に到着した時十数人の支持者に諦めないで諦めないでと声をかけられた ラデビッチ 3Ds という名前のネットユーザーはウェストポイントの学生がトランプ大統領を歓迎するシーンを見た後次のように書いています軍人が我が国の大統領をこれほど歓迎するのを聞いたことがない通常は拍手だけだがこのような歓声や USA を叫ぶのはなかった